はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回ですね、次はフェニックスの塔をやっていきます的なことをやって終わったんですけれども、ちょっとまだ先延ばしにしたいと思います。フェニックスの塔はもうちょっと普通に進んで、まあ、準備が整ってからフェニックスの塔へ挑みたいと思いますので、まあ、今回ちょっとクーザー城に来て、次行くところですね、4つの石板、島の神殿の中に風に守られているというところですね。ここに行きましょう。で、それはどこかっていうと、逆に出てるし、飛空艇の降りるっけ、敵出た、全員投げ。金が確かなくなってきたんだよね。20万か、少ない。じゃあ神殿がどこにあるのかというと、ここで橋には降りられないはずだから、ちょっとここから、これビッグブリッジだったとこだよね。で、孤島の神殿、石像、なんだっけ、ガーゴイルだっけ。で、全員投げ。さて、こっからどうするか。まず飛ばしで召喚でシルドラで行こう。風、サンダーストーン。で、全に投げ。中投げる。カトンでも投げてみる。全体攻撃で倒さないと若干面倒い。アビリティポイントは10か。結構おいしいな。これページがさ、燃えるってことは使い捨てだよね。再び封印されたらもう封印を解くことはできなくないか。え、こっち行けんじゃん、宝箱。え、これなんだ、聞くか。聞いた。まあ、最近アビリティポイント少し多めに持ってる敵が多いよね。お、12000円。金はマジで取っておくことに越したことはないからな。トートエビス、しかもバックアタックからの銭投げ。5000、倒せないか。全員投げ、火力で押し切ろう。1万でも死なないってことか、シルドラ。シルドラなんか意外にガーひどい。まあ、確かに形的にはそんな感じだね。死ぬ。これバッツ後ろにいるからね。後ろにいてこの火力であれば、エクスカリバーやっぱ強いな、普通に。ってか、どうしよう。あと、なんかある？何に弱いのかがわからん。ゴーレムの獲得？もう倒せそうだけど。レナが死んでしまうからな。あと、ちょっとさすがに金を使うのはもったいない。普通に自利品になるかもしれないけど、強っ。で、白黒馬で、ゼミの日じゃねえ、白黒馬。じゃあもうマジで、3までしか使えないからな。実況は、コメント。どんくらい当たる？ 300 とか。弱すぎる。てか、レナってなんで回復したんだ？なんか装備しただけ。火力か。マジでどうする？グラビガとか効くかな？かない。500か。てか、バッツ前に出した方がいいの、普通に。チェンジ。やばい、食らった。あれ、食らってない。もう一回ゴーレム買っとこう。ゴーレムってどれくらいだ、そのヒットポイント的に。てか、なんですげえ水んだけど。800も食らうのか。1900と強え。もうあとオートで、しまった。アースボール、あれ、これ貼り直しできんの。あ、マントで守ったのか、さっき。いや、硬すぎだろ、トートエビス。マジですげえ時間かかったんだけど。7持ってったな。レナは回復させよう。あといくつ、
全然ってかレナまだ3になってないじゃん。3になったら赤魔同士解除しよう。弱すぎる。ダクトに吸い込まれた。これどうやっていってんだ。これ別になんか何も動かしてるわけじゃないんで勝手に動いてます。あでスイッチで変えるのか。適当に左から。どこ行った。こっちか。宝箱ある。あからさまに置いてあんな。え何かこういうさ1体しかいないとかさ、どうなの。エクスカリバーの火力半端ないな。突然モンスターがあったらやっぱりな。ゲッ。しかもなんやねん。全員投げしよう。速攻で決めよう。分身。これインビジブルで2体になったら全員投げつく。シルドラ行け。頼れるべきはシルドラ。倒した。いや分身の意味が分かんなかったし。ライジングさんか。これ2回攻撃できるやつだよね。71で普通に攻撃力上がるのか。やろう。ちょっと減ってんな。無駄遣い。あー吸い込まれちゃったよ。前に立ったら吸い込まれる。めんどくせえ。お戻り。こっち行きたい。あれセーブポイントがあるんだ。マジックパワーはまあちょっと使ったのか。ステージで寝とく。すげえたんまり買い込んだわけじゃないな。50個くらいだから、まだまだ余裕はあるけど。金に余裕があるかって言われたらちょっと怪しいよね。全員投げしまくってるから。なんかすげえぽいところに出てきちゃったんだけど、こいつめんどくせんだよな。全力でいく。いけ、ライジングさん。ライジングさん、二刀流のやつじゃねえや。ツインランサー系と勘違いした。フェイス型だな、もう。で、こっち全投げ。完全に押し切る。しかも、ライジングさんミスってるし。後ろから、OK。これやるとさ、前の行動をそのまま。オートで引き継いじゃん。なんでこんなにミスんの。てかこいつの回避率が高いね。そもそも宝箱またある。モンスター右に。ちょっと待って、効かねえ。プラスター一体死ぬ。あ死ぬ系ではないな。直したエースな使えねえんだよな。これ絶対さサンダラに弱いでしょ。どうでしょうか。効かねえし。シルドラ行け。サンダーストーム。むしろサンダーが効かなければサンダーにストームを追加する。効いた。ゼニ投げが効かないってことは、あれ今攻撃しなかった。一回ダイブラかけよう。サンダーストームレベル23。あーでもヒットポイントそこそこか。着手特にねえし。いけシルドラ。てか金すげえ投げた無駄に。バッツが効かねえ。買った、まあ、スリプルとかトドとか効かないしな。シルドラ頼みだ。じゃあこれで終わりでしょ。でもかたかったな。プロトタイプアビリティポイントダークマター。守りの指輪こっち行ける。え、なんで宝箱がある。クリスタルヘルム。で、ここはさすがに全に投げる。下からはいけないのか。これも全に投げ。先駆けはやっぱりいいね。早い。マジで速攻で攻撃できるからな。宝箱は OK。エーテル。で、上に行こう。スイッチのとこ全然いじってないんだけど。普通に投げちったら早い。瞬殺。赤字だけどね。だからここビーストキラー。これは無知とかだっけ。だよね。魔獣に有効。
もはやどの種類が魔獣なんだかよくわかんない。おいマジかよ、落とし穴。風水師をちょっと一回入れるか。レナとか風水師だから厄介そうだからな。じゃあちょっと変えよう。ここはレナ風水師、どれだかわからん。これかで全員投げダンシング。金とかさ、そういえば金ってこのベルね、全然なくない。じゃ先駆けでまずなんとかなるかな。バッツ二刀流、よっしゃー、これで忍者マスターってことは二つマスターしてんな。どうしようかな。そしたらもうカリウドだよね。次もう乱れ打ちでいくしかない。でこいつにわざわざ剣を装備させるのも、もったいないっちゃもったいないんだけどな。どうしようかな。弓って何があるんだ。早手の弓か。69、どうだ。いやだったらやっぱり剣装備にしてエクスカリバーを装備させるで前衛で頑張る。カリウドとしての特性を全く生かしてない。てかまあ普通の敵はもうこれで終わるから、さよなら。金をばらまきにばらまく。なるほど、隠し通路があるけど無駄だな。あとは金が足りるかどうかっていう問題だよ。18万か、やっぱり減ってる、めちゃくちゃ減ってる。4回5回、いいね。風水師が役立ってる、エーテル。で動物あんまり役立たないよね。竜の牙で上にも行けるけど左右にも階段があるね。でセーブポイントがあっての、ちょっと待ってね、ちょっと行こうと思ったけどやめよう。一回帰る。もうちょっと探索をしたい。左右から攻めよう。普通の敵はまず全投げでなんとかなるからな。やっぱりさ召喚、レナは地形。え、これなんか逆でつながってるだけ。打ち出の小槌。え、打ち出の小槌って、あ、そっか、あれか。別に金が出てくるわけじゃないよね。ダクトのやつ全くやってないんだけど、まあいいか。で、マジックパワー的にはそんなに減ってないから、ちょっとレナだけ変えよう。赤魔道士はやっぱり微妙だよね。ちょっと、アビリティポイントを稼ぐときだけ赤魔道士にして、じゃあレナどうするって言われたら、一応今まで魔道士系できてるから、なんかあるかね。クロマ同士、クロマ法覚えさせる。じゃあ鉄板の白黒だな。でダンシングナガーだったら、そうか、こいつはもうこれしかないのか。炎で、どうしよう。まずサンクレットは金の髪飾りにして、黒のローブは別にでしょ。アクセサリーをどうしようか。なんかある、なんもないな。守りの指輪でいいや。じゃあヒットポイントは若干減ってる。ペアルが1回回復して結構減ったな。じゃやっぱりエーテルジェリアコテージ使おう。ちゃんと準備を万全にして。てかここのボス誰。ガーゴイルは所詮けひどい前座に過ぎないからな。で黒魔法さん居合抜き、え、マスターしてしまった。まあいいや、それなりにマスターの数が増えたな。文句、先駆けがなくなっちゃうんだよね。刀装備、いや、でも銭投げないと意味ないからな。さてそうすると、じゃあ銭だな。素手天使の指輪、
これパワーリストとかじゃダメなの？力が上がるからそっちにしよう。で、まあ、一応前に出すか。宝箱がある。いや、先に石板回収しよう。どれほどのものかと思えばただの女子、ストーカー。あれ、こいつもなんかさ、いっぺんに倒さなきゃいけないとかそういう系じゃなかったっけ。マインドブラスト、脳みそを吸い取られた。超意味不明。ちょっと幼女の脳みそ吸い取らないでくれる。一回 S なり倒そう。で、召喚シルドラってどうなの。それかあれか、なんか、なんかわかんねえ。なんか変わったか。つい投げプレイス、やばい。あ、結構食らうな。で、シルドラなんか大丈夫だったね。シルドラ使おう。頼れるべきはシルドラ。サンブレイズか。白魔法でケアルガでゼニナキャッチャー危険だな。あ、これはやばくないか。ちょっとやばいね。なるほど、一発目はなぜか効いた。殲滅した。ストーカーごときにこの犯罪者が。ブレインズってなんか炎とかじゃないのかな。炎の指輪装備してみようか。あれ、どこでマスターしたんだっけ。これでマスターか。なんかダイヤの指輪とか手に入れたな。とりあえず回収しよう。ダークマター。でもめんどくさいからとりあえずもう腕に投げる。で、右側を回収してサークレットか。結構敵出んな。最初はなんか全体攻撃が効いたよね。どうしよう、忍者にしよう。忍者にして、忍者にして銭投げ。ライジングさん、ツインランサー。ライジングさんだと後ろでいいんだけど、ツインランサーが前だかんな。で、開けて、ちょっと待ってね。これはもう最悪炎の指輪を装備させて。あれ、炎の指輪って炎を普通に敵出るんか。召喚シルバー全投げ。炎の指輪で回復できればもうずっと全投げしてればよくない。ばらまくしかない、最悪。さすがだよ、吠えるだけのことがある。強かったよお前は。しかしこれでもしダメだったら、ちょっと待って、それはひどい。クルルめっちゃ狙われんな。レナも狙われた。まず一発目はシルドラが大丈夫で、あれ、なんか全部回復する人ってないの？これ多分これでなんか入れ替わったんだな。とりあえず最初投げてみよう。違くね？じゃあこっち。違くね？で、ヘイスがかけよう。で、こいつ弱点なんかある？フリーザーが。おう、じゃあここ行かない。じゃあパペって投げるもんねえしな。一回ほっといて狙うで一番後ろ。聞いたって変わんのか。
シルドーラをやっちゃおう。キャルカが間に合うかな。間に合わなそう。来た、ブレイク。ゼロ、ミス。ミス。なぜ？ミス。なんか生き残ってる。全開。全員投げ。これ防御すればブレイズってなんとかなるかな。4発じゃなくて3発か。3発だと全然耐えられんな。これ回復して全投げよう。このパターンだな。結局頼るべきは金だ。金の力が全てを解決する。ヒットポイントがどれだけあるのか。しかもったサンダーストームがバッツ死んだな。これで倒せない限り。倒した。あ、倒したけど最後ブレイズやんのか。さよならバッツ。ファリツも死んだか。20は美味しかったな。第2の石板でゲットしたんで、これ何？あ、ここのタワーが行けるようになって、なんかそういえば1個ずつ封印が解けるっていう話だったね。最初のところバハムートの封印が解けて、別に封印ってわけじゃないけど、これで究極の白黒があるフォークタワーに行けるようになりましたと。そういうことか。何か書いてある。フォークタワー、二股に分かれた2つの塔の魔法を同時に取らなければ大爆発を起こす。なんか石板と持って行き方が死んでる。あ、まだ最後の魔法覚えてないじゃん。あれどこに売ってんの。まあいっか。じゃあ時空のテレポで一回出て、ちょっとエアダクトみたいなところをスイッチ変えてもう少し見てみたい。あ、スイッチ降りてる。右のスイッチをガチャッと。これで左を上げてみよう。どこへ行くか。上に行って右に行った。で落ちてきたところに宝箱、エリクサー。じゃあ今度両方下ろしていってみよう。これで多分もう全部行き尽くした感じだよね。上行って左で下に降りる。でまた宝箱の前に敵スロー人。何こいつ。もうちょっと一体はもうあれ麻痺しちゃった。サンダーストーム金なきゃちょっともったいない。所詮雑魚的だな。よー金ー。これでここはもう大丈夫かな。ではフォークタワーをどうするか、どう攻略していくかなんだけど、とりあえずこれでいいかな。とりあえずね、やるだけやってみよう。2つの魔法を同時に取らないと爆発する。別れよう。バッツバッツ、こっちで、まあ2で分けますか。3でもいっちゃいいんだけど。でな、こっち。でファリスはこっち。でクルルはこっち。こっちからレナからか。タイニーイメージミニマム超めんどくさい。ケアルが備えてるし、これさオートになってると本当に厄介。サンダーストームさえ来ては
なんてことはない。クマホレベル4か。ちょっと次一瞬でオート外さないと。宝箱がある。ミニマム、ミニマムってさ魔法使えないんだっけ。一応直しとこう。エスナで使えそうだな普通に。これでまたでもオートにするとエスナになってるからな。シルドラちゃんは使いやすいな。で宝箱あってる、エーテルで5回、で召喚シルドラ。ここはこいつしか出てこない今のところ。6回、結構長い。あ、もう終わりそう。ここ登って全然終わんねえし。苦戦成功って多いな、なんでだ。ちょっと待って、マジックパー大丈夫か。そもそもワンダーワンドって何。さまざまな魔法が発動するロット、使うとリターン。魔力は上がんのかな、そもそも。あー、魔力2上がんな。攻撃力はないのか。でもいいや。あれ、レナって金の髪飾りは装備してるよね。エルメスの靴って、ありだな。速攻で撃てるようにする、シルドラを。シルドラ効くのそもそも。待って、一応1個だけエーテル使おう。万全に。次はバッツ組。こいつらジョブとかこれでいいのかな。デュアルナイト、カウンターいって、じゃあ強っ。あべ、てか、マジか。ツインランサーって後ろじゃダメだよね。後ろにしないときつくねえか、このメンツだと。だからアビリティをちょっともうやっぱり剣装備外そう。で、最悪もう煙玉で逃げてってもいいかもしれない。いや、どうする？銭投げでいくか。後ろにして銭投げ、後ろにして銭投げで、ここのボスに銭投げが効くかどうかだよね。これ危険だな。2人とも銭投げが結構危険。効かなかった時に完全にアビリティの1枠が無駄になってるからね。これ何になってる？え、何？あ、今あれか、なかなかいい数値だ。デスシックル、ハイポーション。なんか7、8回まであったよね、トータル的に。バサカ、いや、ここはやっぱりもったいない。ちょっと今金は本当に節約しないといけないからな。ライジングさんは OK。 あー、やっぱ減ってんな。クリティカル380、当たんねえし。どうなってんだ。分身、ハイポーションは買い込んでる。8回からディフェンダーがある。ディフェンダーってキーンってなるんだっけ。アイアン、すいません、アイアンには金を見つこう。全員投げる。倒した。そんな強くなかった。巨人の薬、回復は常に怠らない。で、8階からのここか。で、
まあ、一応後ろには下がってるから銭投げ効くかどうか。同時に魔法を取る。これどうやって通信してんの。まずはミノタウルス300か。まあまあだな。全員投げ、どうだ、効く。よしよしよし、押し切れ。クリティカル200。よし大丈夫だ、後ろだからね。力魔法放り、このパワー面白がいい。金が全てなんだよ、ホーリーなど無駄だ。こっちは余裕だったな。銭投げが効けばなんとかなる。20美味しい。でホーリー、問題はもう一個の方なんだよね。多分ミノタロス、なんで自分がホーリー使えると。おいおいおい、こんなんあんの。勝手に取ってくれんじゃないのかよ。ケアシルドラいけるよね。聞いてくれ頼む。3096、まあまあまあ悪くない、普通に通るからね。ちょっとライブラかけよう。レベル53、1万3000くらい。風の力には、あ、いいね。じゃあサンダーストームだ。全てを知る者早い。やっぱエルメスの靴いいな。ヘイストがほんと強いよね。サンダー超無駄なんだけど、ちょっと待って、解いとかないとまたライブラを使うことになる。で、なんかある。リフレク貼っとく？リフレク貼っとこう。何？ヘイスト使ってきた。やるじゃないか。真似してきたな。俺のシルドラを見て、ヘイスト、マジ早い。思った。ファイバー、無駄だよ。聞きはしない。食らうがいい。自分の魔法780弱え。そろそろ終わるんじゃない。フレア来た。よし、レナに当たった。バカなやつめ、己の魔法でクチルが弱。あんまり全てを知ってるとは思えないな。俺の方が知ってる。いや大して知ってないけどね。召喚4。よしよしよし。でフレア、ほんとレベル6の魔法ってどこに売ってんの。全然全てを知らないからな。塔が消えていく。はい、というところでフォークタワーの跡地に、これは古代遺跡、論解石だっけの入り口が、できましたので、次回はこの中に入っていくところからやっていきたいと思います。石板持ってんだよね、そういえば。まあただ先にイベントをこなしますか。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。